さくらんぼの産地、山梨県南アルプス市では、ハウス栽培のさくらんぼ狩りが最盛期を迎えています。丸く真っ赤に実ったさくらんぼを、まん延の笑みで頬張っていきます。ゴールデンウィークの最終日、南アルプス市にある観光農園、昭和園では、朝早くから多くの観光客が訪れ、さくらんぼの食べ放題を楽しみました。 酸味と甘さのバランスがいいとされる高砂サなど三種類の高級品種が食べ放題とあってさくらんぼを詰む手が止まりませんお味はどうですか美味しいです200グラム1000円以上とのええー、すごいいやもうそう聞くと余計美味しく感じるけどでも本当に酸っぱさも甘さもね<い>程よくあってすごい美味しい、うん 今年は3月から4月上旬にかけて気温の低い日が続き例年よりもおよそ10日ほど生育が遅れましたが色づきがよく甘いさくらんぼが育ったということです。